で、あんたら仲間やったんちゃうの？仲間同士で戦うなんて。何言ってんの？あんたが巻き込んだんでしょ？変なコスプレさせられてさ。ちょっと待った、そこからが間違いクマよ。ほら、ちえちゃん、よーくクマを見てみるクマ。クマ？で、なんなの？クイスカー！なんでわからんクマ？なんかより何倍もクマの方がプリティー&セクシーでダイナマイトでしょうが。もしかしてあの相当は別人ってこと？ピッポークマ、会長が信じてくれんから一緒に偽物のところに行って濡れ衣を脱ごうとしたクマ。にしてもお初の会長はともかく、愛するちいちゃんまで見分けつかんなんてマジありえなくない？じゃあやめてそのしゃべり、混乱するわ。あのな、うちもこのグランプリを止めるために放送室に行くところやったんよ。クマそうと言うのにこの子そっくりやろ。ほんまに犯人とは思えへんけど、関係あるはずやと思って一緒にいたんよ。ついたの？自分が生徒会長だって。嘘？うちに嘘なんかついてへんよ。この前決まった八校の新しい生徒会長は男の子だよ。あなたは本当に八校の生徒なの？名前は何組？担任の先生は誰？名前？クミ？ちえちゃん、尋問しちゃいや、クマ。私だって信じたいよ。だけど、謎だらけじゃん。リセちゃんだって、反応普通じゃないって言ってた。これだけ揃ったら、怪しいって思っちゃうじゃん。こんな風に、仲間同士で戦わせて、みんなにひどいこと言わせて。何が目的なの？名前は分からへん。クラスも思い出せん。は？自分でも分からへんの。なんでここにおるかも考えてみたらよう分からん。そんな、どういうこと？こんなん苦し紛れに嘘言うてるようにしか見えへんな。そんなんで
うちがいくら犯人やない言うても信じてもらえるわけあらへんね。ちょっと待って、どこに行くの？放送室や。自分の疑いは自分で晴らしてみせます。今まで疑って堪忍ね。それじゃ。会長！じいちゃん、早く追っかけて。会長はペルソナを使えないクマ。何かあったら危険クマよ。ペルソナが使えない？待って、じゃああの子はどうやってこの世界に入ってきたの？あ、そういや、そうクマね。この子は去年の事件と同じ落とされた被害者ってこと？なんと！かけなくちゃ。お願い、ちえちゃん、会長を助けてあげて。うん。嘘。ああ、ようやく来たんだ。この子が先に来たからどうしたかと思っちゃった。なんで
私のシャドウがここにいんの？わかんない。急に現れたの。ニセクマがいなくなったらいきなり。里中さんが二人で、うちは里中さんが先回りしたんやと。ふっさいな。ガイアは黙っといてくんない？私が用事があるのは私だけ。あんた、私のペルソナになったじゃん。なんで、なんでまた出てきてんの？あんたが弱いから。ペルソナを手に入れたら、もう二度とシャドウに惑わされたりなんかしないと思った？そんなわけないじゃん。人は弱さを決して手放せない。私はあんたの中に居続けるし、こうしてあんたの本音を叫び続ける。まさか私のためのグランプリって。強くなりたい？警察に入りたい？あんたの口先の夢は何のためだった？大事な人を守るなんて後付け。あんたはヒーローになりたいだけ。正義の味方だって威張りたいだけ。取り柄もない自分のくせに勝ちたいんだよね。守りたいはずの大事な人を踏み台にしてさ。違う、私はそんなこと思ってまた否定する？あんたは私だってこと。あんた、なんか私じゃ。ダメ！先輩、あいつの言葉なんかに負けないで。リセちゃん、そうだね。何？あんたの言うこと、全部は否定しない。ヒーローにも相変わらず憧れるし、ユキコたちに劣等感を感じることもある。
警察かっこいいかもってミーハーな気持ちも確かにあるよ。でもそれだけじゃない、守りたい、それも本当の気持ち。だってこんな私でも受け入れてくれる大事な仲間がいるんだもん。みんなみたいにすごくないけど、私だって胸を張っていたい。だからせめて自分の得意なことで頑張る。それのどこが間違ってんの？こっからは力になれねえみたいで悪いな。けどお前ならちゃんとあいつら助けてくれんだろう。信じてる。頑張って。お願い、ちえちゃん、会長を助けてあげて。みんな、頼む。守りたい。学校に残ってるみんなも守りたい。ヒーローになりたいからじゃない、ただ大好きな人たちだから。私が弱くてあんたを生み出したんでしょ。だったら今ここで私自身が決着をつける。Touch!